皆さんこんにちは。今回は、情報募集動画12の募集結果になります。たくさんの方から情報をいただきました。情報募集動画13の方も、アップしておりますので、まだご覧になっていない方はぜひご覧ください。一つ目、ホテルで見たアニメ、2007年頃、ホテルで見かけたアニメを探しているというもの。特徴的なのが、登場人物。拳銃を持った刑事らしき犬、オペレーターのような女性の鶏が登場するそうで、主に動物のキャラクターが登場するようです。このアニメに関して、名探偵ホームズではないかと思ったのですが、ウィキを見る限り、2007年に再放送したという情報はなかったのです。しかし、何人かの方から再放送の情報をいただきまして、ウィキに記載されている日以外にも、再放送されていた可能性があることが判明しました。ですので、もしかすると名探偵ホームズかもしれませんが、鶏のキャラはどの回にも出ていなかったというコメントもあり、こちらは引き続き情報を募集しております。二つ目、子供の頃に見た不気味な CM、20年ほど前に見た、不気味な CM を探しているというものです。おそらく深夜に放送されており、バイオハザードの洋館に出てくるような廊下をずっと映しており、BGM は愛をください、が流れていたとのことです。この件について、バイオハザードコードベロニカの CM ではないかという情報をいただいております。どのような CM かというと、洋館にありそうな廊下をずっと映し続けているだけの映像で、後半に左の窓ガラスが割れて終わります。バイオハザードコードベロニカは2000年に発売されたゲームであり、目撃証言の20年前と一致しています。しかし、BGM の愛をくださいは流れておりません。前回の動画でもお話ししましたが、愛をくださいが流れている CM は確かにあります。ですが目撃証言と一致するようなものはありませんでした。このことから、BGM は記憶違いだったのか、前後の CM で流れていたものだった可能性があります。バイオハザードの CM は、BGM 以外は証言と一致していますし、多分これではないかなと思います。三つ目、ホラー映画の予告映像、2011年から2015年に目撃した海外の映画予告についてです。ホラー系の映画で、会議室でスーツの男が机に頭を打ちつけるシーンがあるというもので、母親と娘が家の中で追われているシーンもあるかもしれないとのことでした。こちらに関しては、残念ながら情報は集まっておらず、引き続き情報を募集しております。私も調べてはみたものの、映画関係は探すのが難しいですね。力不足で申し訳ないですが、何卒よろしくお願いします。4つ目、足がぺしゃんこになる動画、4年ほど前に、怖い YouTube というサイトで見た動画を探しているというものです。ロシア人っぽい子供が、コンクリートの壁を蹴っていると、突然崩れて足が挟まってしまうという内容で、古い動画だったそうです。これに関しては、前回の動画で怖い YouTube のサイトのアーカイブからそれっぽい動画を見つけて紹介いたしました。ちょっとショッキングなシーンがあるので、一部のスクショだけですが、こんな感じの動画です。リクエスト主さんから確認をいただき、この動画で間違いないとのことでした。よかった。ちなみにこれ、ギフ画像も、ちらほら広まっているようなので動画サイトでなくともどこかで見かける機会はあるかもしれませんね。5つ目、ゾンビ動画、7年ほど前に見た、ある番組内で流れた映像を探しているそうです。海外の吹き替えドラマ風で、ゾンビが出てきて襲ってきます。主人公が、柵に閉じ込められた女性を助けようとしますが失敗してそのまま帰るという内容でした。これに関しては、情報をいただいております。世界丸見えの世界滅亡ドッキリではないか、という情報です。これ、かなり手が込んだ企画です。簡単に説明します。ある日突然隕石が落ちたという設定で、なんやかんやあって、ドッキリを仕掛けられた男性は、目を覚ますと、なぜか病院に運ばれていました。
そして、仕掛け人である少女と外に出ると、外はウイルス感染者で溢れています。その後、柵の向こうに感染者の女性が現れ、結局救えずに、女性とパートナーだった男性が去っていくシーンもあります。これらのシーンを見ると、目撃証言とかなり一致していますよね。放送日は2013年なので、7年ほど前に見た、という証言とも一致します。また、番組内の映像ですし、コレインジャさんは外国人で、日本語に吹き替えたものを放送していますので、多分この映像で間違いないのではないかなと思います。何かの映画かなと思ったのですが、ドッキリ企画だったとは驚きました。私もちょっと味わってみたいです。6つ目、黒ずくめの女が誘拐する映像、5チャンネルに、ある事件についての書き込みがあり、この事件は本当にあったのか知りたいというものです。母親が撮影していたホームカメラの映像で、母親が席を外した時に夏にもかかわらず、全身黒ずくめの女が笑いながら走ってきて、子供を連れ去っていくという内容だそうです。おそらくホームカメラで撮影された映像は、どこかしらで放送されたものだと思うのですが、これについてほとんど情報がないんですよね。しかし、コメントで目撃証言をいただきました。母親が見切れた瞬間、子供が連れ去られていった動画があったそうです。天の尺というサイトに掲載されていた動画で、日本ではなく中国っぽい映像とのことでした。確かに、海外の映像であれば私もいくつか、この手の映像は見たことがあります。今回のような映像ではないですが、天の尺というサイト、どうやら海外のショッキングな映像などを扱うニュースサイトのようで、アーカイブを見るといくつか事件の映像が紹介されているのを見つけました。しかし、かなりの量の記事があるかつ、すでに削除されたサイトなので見つけるのは困難ですね。中国は監視カメラに映った誘拐犯、みたいな映像が多いので、もしかするとこの書き込みも、これらの映像を見て書いたのかもしれませんね。7つ目、38年前に見た熊の映画、38年ほど前に、デロデロにただれた熊が登場する映画を探しているというものです。前回の動画で、プロフェシー、ではないかとお話ししました。リクエスト主さんから、これだというコメントをいただき、こちらは無事解決です。以上、情報募集動画12の募集結果になります。今回も、たくさんの情報をありがとうございました。私のチャンネルも、気づけば1万、5千人行きそうです。もしかすると、この動画がアップされる頃はもう行ってるかもしれませんね。見ていただける方が多ければ多いほど、解決できる捜索依頼も増えると思いますので、皆さん、何卒よろしくお願いいたします。